権力の分離、いや、権力の抑制と均衡に照らせば、民選総統の権力が制限の向けるべきです。現在の台湾の総統の権力が大きくなりすぎているという問題点をはっきり浮き彫りにしたのが、昨年の2月、起きたところのひまわり学生運動です。さんはいるということでございまして、今回は、お手元に配布されているという 私は現在92歳。長く見積もっても台湾のために働けるのは5年ぐらいだろうと、あと5年ぐらいだろうと感じております。残りの人生は台湾により一層成熟した民主社会を打ち立てるために捧げたいと思っております。それでは一旦